サインはいいけど、自作自演はちょっとね。いや、ボンさんなんか、そのメッセージパネルに、ボンさんかっこいいって自分で書いて、ボンさんが一番かっこいいみたいな。自分で書いて貼ったところを目撃されてましたけど。なんすか、え、あれは、ダメですか。いや、まあ自由ですけど、なんて書いても。自作自演じゃないです。ないです。僕が書いたんで。いや、でもそのなんか、あたかも視聴者さんが書いた風のイラストじゃやったんですよ。風になってた、風になってたか。いや、だってボンさんが一番かっこいいって自分でさん付けしちゃってるし。そっか、うん。そっか。あんまりなんか自分では書かないですよね、ボン。まあ、そっか書かない。確かに。いやー、あれ、あのメッセージボードを、はい、もう僕のメッセージの上からペタペタ貼られて、もう何にも見えないです。ありがたいことになんかね、視聴者さんになんか、あの動画より実物の方がかっこよかったですって言えってなんか動画より面白い、動画よりかっこいいが一番言われると嬉しいですって言ってツイッターでエゴさしたら、めっちゃそのコメント多かったですけどエゴさしたらボンさん実物よりかっこよかったですとか、ボンさん実物より面白かったですってめっちゃ書かれてましたよ。でしょ、うん、めっちゃ言われるようになりました、本当に。怒ってつけたかのようにみんな言ってくる、写真を撮るとき、うん、すいません、なんか言わせちゃったみたいで。いや、言わせてんのよ。言わせちゃってみたいじゃない。言わせてんのよ、それは。言わせてんのか、うん。それは言わせてんですよ。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。